んにちは、イーコンセプションの福島真紀子です。今日は花粉症を防ぐ自然療法ベスト3注意点付きというお題でお届けします。花粉症の季節になってまいりましたね。花粉症はですね、花粉が飛び出す前からですね、対応しておく、予防しておくってことが大切なようです。で、今年は暖冬だったこともあって、少し早めに飛び散るんじゃないかなんて噂もあるみたいなので、今のうちから準備しておきましょう。で、その予防方法ですね、おすすめのものをこれから3つご紹介するわけなんです。で、イコンセプションではですね、この10年以上ですね、もう花粉症に、良いとされるものをいろいろとおすすめしてきました。その中でお客様からのフィードバックをいただいて、で、そのまた理論的にも実感的にも皆さんのお声的にも、これはおすすめできるっていうものを3つピックアップしてみました。まあ他にもいろいろあるんですよ。あるんですけれども、イコンとしての結論3つみたいな感じです。ぜひよく聞いてお試しになってみてください。で、その3つなんですけど、1つはアロマセラピーです。で、もう1つは鼻うがい。そして3つ目がファンデーション。さあ、どんなお話になるんでしょうね。はい。じゃあ、アロマセラピーから行きましょう。アロマセラピーはね、もう皆さん実行してらっしゃる方もいらっしゃると思います。よく、マスクに精油をつけてでしましょうなんていうこと言われますね。私、あれはね、ちょっと心配なんです、実を言うと。ずいぶん広がっているので、もう気づいてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、精油ってものすごく、ほら、強い成分でしょ。だからマスクにたとえ一滴でもつけちゃって、そしてこう密封っていうんですか、しちゃうわけでしょ。だから精油の芳香成分はもう肺の中まで入っちゃうわけですよね。で、これはちょっとね、逆効果じゃないかなと思います。肺とか呼吸器系にとって刺激が強すぎる。だから逆に咳込んじゃったりとか、くしゃみが出ちゃったりとかそういう人もいるんじゃないかなと思うんですよね。で、精油使うの OK なんですよ。精油にはこれに対応できる成分が入ってると思うんです。だけど、使う量と、そして、使い方ですね。それを考えないといけないなと思います。で、もしマスクにつけて使いたいのであれば、3つちょっと注意点があります。一つはですね、皮膚につけないようにということですね。精油の原液が肌についちゃうとヒリヒリして大変なことになります。で、その場では別になんともなくても、ずっと続けていると、それがこう、なんか原因になってアレルギーが出ちゃったとか、痒みが出たとか、ポツポツ出ちゃったとか、出てくるかもしれないんですよ。なので、肌にはつけない方がいいと思います。で、そしてもう一つはですね、継続使用しないということですね。2週間ぐらいつけたら、やらない時間を取ってください。それじゃやらないがどうしたらいいのって心配になると思うんですけど、それについてはまた後で別のやり方をお伝えします。そしてね、3つ目はですね、一番大事なことなんですけど、精油の原液を使わないでください。精油の原液強すぎます。どんな風に使っても強すぎます。なので必ず希釈していただきたいんですね。で、希釈する方法として、よくエタノールに混ぜて希釈して使いましょう、スプレーにしましょうとかね、いいんですよ、いいんですけど、ただ一つ問題があって、エタノールはね、揮発が早いんです。だから効果が持続しない。なので、しょっちゅうしょっちゅうスプレーすればいいんですけれどもね。そういう意味でもちょっとね。で、それよりは私はね、キャリアオイルに精油を希釈して、マスクにちょっとつけてあげるのが一番いいんじゃないかと思ってます。で、この間も風邪のウイルスのお話の動画でも言ったんですけれども、なんと精油成分 0.2% だけで、ウイルスが死ぬっていう情報がありましたので、まあこれがね、花粉症に効くかどうか分かんないですよ。分かんないですけど、でも本当にね、香りはもう分かんないぐらいの低濃度であっても、精油って作用してるんだよねっていうことなんですよ。あとね、お水に精油入れたら溶けませんよね。だけど、イーコンセプションである、水に溶ける精油、アクアオイルっていうのがあるんですよ。これだったらね、例えば 100ml の水に10滴ぐらいかな、入れたものを、こう、先に作り置きしておいて、それをスプレーする、マスクにスプレーするっていうのは OK だと思います。あとはね、アロマウォーターですね。こういうアロマウォーター、アロマ蒸留水ですね。こういうのをもうそのままスプレーしちゃうっていう方法もありです。これはね、本当に有効成分になるような成分、入ってるんですけど、ごくごく微量で、もう 0.02% みたいな話なんですよ。なのでもう理想的だと思います。それからね、精油の選び方。これね、アロマセラピー、花粉症用の、精油を選ぶわけですよね。よくね、花粉症用の精油としてね、免疫競争作用があるとか、免疫を促進してくれるとか、みたいな話があるんですけど、ね、ちょっと待ってください。花粉症ってさ、アレルギーじゃないですか。で、アレルギー反応っていうのは、基本的に、体の中の免疫が頑張りすぎてるんですよね。
花粉、異物、やっつけろ、それは敵でしょ、みたいな感じで、免疫が戦闘モードになってしまって、それが過剰に働くから、鼻水が出ちゃったり、涙が出ちゃったり、苦しいわけですよね。なんで、そこでね、免疫をサポートしましょうっていうのは、ちょっと方向が違うんじゃないかなと私思うんですよ。で、それよりも、その、頑張りすぎちゃってる免疫さんを、こう、まあって、なだめてあげる。敵だと思ってるかもしれないけど、実は敵じゃないから、大丈夫、みたいな、なだめてあげるような作用が必要だと思うんですね。で、それは、精油で言うと、鎮静作用とか、あと、抗アレルギー作用、抗ヒスタミン作用のある成分があるんですよ。そういうものを使っていくといいんじゃないかなと思います。ね、そういう意味で言うとですね、皮膚刺激が少なくて、で、抗アレルギー作用があって、鎮静してくれる。そういう成分で言うと、どんなのがあるかな？私のおすすめは、ラベンダー、トゥルーの方ですね。ラベンダー、トゥルー。そしてね、マヌカ。これはね、抗ヒスタミン作用に優れるんですよ。これも別の動画で前にお話ししたんですけれども、ぜひ見てみてください。マヌカすごいです。それから、スプリュース精油も、なかなか鎮静作用と、抗ヒスタミン作用がありますのでおすすめですね。それから、カモミール精油。ローマン、ジャーマンありますけど、どちらもいいと思います。で、逆にね、ちょっと注意した方がいいんじゃないかなっていう精油もありまして、よくね、花粉症にいい精油なんて言って、ナンバーワン、ナンバーツーぐらいによく出てくるやつでちょっと心配なのがあって、それ何かっていうとね、ユーカリ精油。うん。で、ユーカリってね、18シネオールっていう成分が主成分になってるんですよ。で、これは呼吸器系にはちょっと刺激が強いんですね。なんで、むせちゃったりとか、逆にこう、咳が出ちゃったりとか、そういう反応を起こしやすいんですよ。なんで、特にね、お子さんには、ユーカリ使わない方がいいと思います。で、ユーカリにもなんかね、種類があるので、ラリアタがいいですよとかね、いう話もあるんですけどね、どの種類でも、そういう意味では避けた方がいい精油です。で、もしユーカリを使うのであれば、他の精油とブレンドして、ちょっと量を少なめにして、使ってみてください。それからね、もう一つ、ちょっと気になってるのは、ペパーミント精油です。これもいいよねって言われるんですよ。で、確かにね、ペパーミント精油には、ちょっと麻痺させる、感覚を麻痺させる作用があるので、辛さを軽減してくれたりとか、そういう意味では使ってもいいと思うんですね。なんですが、これもね、非常に強いですね、刺激性が。で、またほんのちょっとで、その香りがバーッと出てきてしまう精油なんですね。なのでね、やっぱり、ペパミント精油はその単品では使わなくて、ね、他の精油とブレンドして、そのバランスを考えながら使ってみてくださいね。エイコンセプションでは、この10年ほどですね、この花粉症のシーズンになりますと、スプリングブレンドっていうのを提供してきたんですね。で、これは、ちょっと面白い精油のブレンドなんですよ。普通ないですよね。オレンジ、ペパミント、シダートラス、アンジェリカ、マヌカっていう精油が入ってまして、ちょっとね、絶妙の香りです。うん。で、これをね、実は2ミリほど精油ブレンドが入ってて、で、その上にこのね、脱脂麺入れてるの。っていうのはね、匂いをこうやってでクンクン嗅いでもらうためのブレンドだからなんですね。だからこれはね、予防っていうよりも、あれ暑いかな、ムズムズしてきたな、花粉症出そうだなって感じた時にちょっとクンクンクンってしてもらえると落ち着くっていう。基本的にアロマセラピーっていうのは花粉症の予防というよりは、あ、ちょっと出てきちゃったかなっていう時に使うのがいいんだと思うんですよ。2番目のおすすめです。花粉症を予防する自然療法。私、一押しなんです、実はこれ。鼻うがい。うん。これはですね、ヨガの業法の中に、鼻うがい、ネティって呼ばれるんですけど、そういうものがあるんですね。で、私もヨガの先生から最初教わったんです。で、それはそれで素晴らしいものなんですけども、これをね、花粉症のためにアレンジした方法があるんですよ。これが一押し。で、これはね、アロマセラピーのように、継続しちゃいけませんとか、こういう場合気をつけましょうとかいうのがもうないので、もう誰でもやってもらえるし、もうずっと毎日継続していただいて全然大丈夫っていうか、そうしてほしいっていうようなやり方なんです。で、最初はね、ちょっとビビる人もいると思うし、あれ、それ、私には無理って思う人もいるかもしれないけど、私これからすごく詳しくやり方を説明します。誰にでもできるようになりますので、ぜひぜひ、トライしてみてください。で、練習していくと上手になって、でね、やがてはね、これ最高、快適、気持ちよくなるんですよ。すっきりもしますしね、これから説明していきます。ネティ、鼻うがい。これ基本的にはですね、こういったネティポットっていうのを使うんですね。で、その中に生理食塩水を入れて、で、それをね、
鼻の、片方の鼻の穴から入れて、片方の鼻の穴から流れ落ちるっていう。で、また反対もやるんですけれども、そういうものなんですよ。で、その時に片方の穴で、ここ通ってこう出てくるわけですね。入れて出るっていうことになるので、ここって何だったっけこれ。ヨガ的にはですね、ここチャクラになってまして、エネルギーセンターですね。第三の目チャクラって言って、本当にね、エネルギーセンターであり、私たちの意識のもとみたいなすごい大事なチャクラなんですね。で、このね、ネティを続けていると、第三の目チャクラが活性化してくるんですよ。で、直感もますます良くなりますし、また洞察力とかですね、集中力とかですね、脳の働きとすごい直結するようなところがどん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 活性化してきます。で、なのでぜひ皆さんもそういう意味でもやっていただきたいんですけども、今回は特に花粉症に合わせます。まず重要なのが、この、中に入れる食塩水の作り方です。これ3つポイントがあります。1番目はお塩の濃度なんですね。で、お塩の濃度は、0.9%。これが生理食塩水なんですけど、一応 1% って考えてください。で、1% っていうと、例えば 200ml のお水に対して 2g のお塩。で、普通の食塩だったら、小さじ半分ぐらいの量になると思いますが、一度測ってみてください。2g ってどれくらいになるのか。で、一回分かればもう大体で大丈夫なんですけど、2番目がですね、クレイの量。クレイの量は、ほんのちょっとなんですよ。もうお塩の10分の1くらい。だから先にね、お塩とクレイを混ぜ合わせたものを作り置きしとくといいと思います。そして 1% それを入れるっていう感じで考えていくと簡単に作れます。使うクレイは、グリーンクレイか、あるいは食品グレードベントナイトがおすすめです。3番目。これがね、すごい重要なんですよ。お湯の温度なんですね。だいたい33度。33度でね、そのいちいち測んないですよね。もう今私は測りませんけども、だいたいお風呂のお湯よりもちょっとぬるいかなぐらいのくらいでちょうどいいんですけれども、最初はね、これやれって言われてもちょっと怖いと思うんですね。だって塩水入れたら痛いって思いません？海で泳いでこうね、塩水の中に入っちゃうと痛いじゃないですか。だから痛いと思うんですけども、実はこれ痛くないんですよ。で、そのポイントがこの温度、そして塩の濃度、これなんですよね。これでね、痛いどころか心地よくなるんです。うん。なんでね、一回はその33度ってどれくらいなのか、測ってみるといいと思います。で、測れなかったら、お風呂のお湯よりもぬるめでやってみてください。このお湯を作るときに一つだけ注意点があって、日本の場合はですね、水道水の品質がいいのであまり心配しなくてもいいと思うんですけれども、その他の海外でね、あまり衛生状態の良くないところの場合には、ちょっと注意していただいた方が良くて、そのね、お水を私たちで飲むじゃないですか。で、飲むと、胃に入って、胃酸で、なんか菌がいても殺してくれるんですよね。でも鼻には菌がいないので、なんか変なバクテリアとかが入っちゃうと、鼻から吸収されちゃうわけなんですよ。殺してくれない。だから、その入れるお湯は、本当に綺麗なものじゃないといけないんですよね。なので、例えばフィルターをかけてるお水を使うとか、あるいは一度沸騰させたお湯を冷まして、それを使うとか、というふうに気をつけてみてください。はい、では、洗面所に移動しまして、これから、実際に、ネティの鼻うがいをお見せしますね。で、このポット、マイポットなんですけど、この中に先ほどのね、ご説明した生理食塩水プラスクレイが、大体33度ぐらいで入ってます。で、これをですね、片方の鼻の穴からこう入れていくんですね。これもですよね。気持ちいい。で、やり終わったら、こうふんふんと、出してあげるんですね。また反対側も。で、残ったのがあったら、これガラガラ向かいにしてもいいと思うし、靴の中を返してもいいと思います。でね、これやった後ね、しばらく下を向いておくことって言われてるんですよ。こう下を向いて、1分ぐらい待った方がいいですね。で、その間にちょっと片方の鼻を閉じて、で、片方のまた鼻を閉じて出してあげる。で、こう下向いてるとまだポトポト出てくるんですけど、1分ぐらい待ってくださいね。
はい、こんな感じです。もう本当痛くも痒くも何でもないですよ。気持ちがいいです。すっきりしますからね。これを、まあ、朝とお家帰ってきてからのルーティンにしていただけるといいと思います。鼻うがいをねやるタイミング、よくねヨガでは朝やりなさいって言うんですよ。で夜寝る前は避けた方がいいみたいです。お家帰ってきた後でもいいんですけれども、夜寝る前だともう毎日少しでもちょっと塩水がね、ここに残ってると、そういうのを耳に行っちゃったりとかなんかして、で、変なところが炎症を起こしたりするといけないので、それは気をつけてください。そして、もうね、花粉症になっちゃってね、もう本当にバリバリに炎症状態でもくしゃみが止まらないみたいな、そういう時には帰ってやらない方がいいです。そういう時やってしまうと、ちょっと刺激しちゃうみたいなので、なんでこれは、予防です。予防として考えてください。でこのねネティのやり方こう入れて出すっていうのがどうしても無理だわという方もいらっしゃると思うんですよ。でそういう場合はですね、別にこういうスペシャルなポットを使わなくてもいいので、ちょっと鼻のところ、鼻の入り口のところだけでも、その今ご紹介した、クレイと、お塩ですね、で溶かしたお湯でここ濡らす、でちょっと吸ってさっと出すみたいなことだけでも違うそうですよ。ぜひやってみてください。はい、これもねネティで使われるネティポットなんですけれども、 e コンセプションでもとても素敵な実用的なものを販売しています。これはねヨギの方の監修のもとに陶芸家さんが焼いていただいたポットに、なんと自閉症のアーティストさんたちが描いてくれたとってもねユニークなデザインなんですよ。見てください、これ素敵でしょ。花粉症を予防する自然療法3つ目です。でおすすめなのこれね、ファンデーションって、そんなファンデーションで花粉症予防って思われるかもしれないんですけど、なんとクレイを使ったファンデーションがあるんですね。クレイファンデーション、イコンセプションでも出してます。でこれねクレイがすごいんですよね。クレイっていうのはこの間クレイの動画も出したんで見ていただきたいんですけど、分子の表面がマイナスに帯電しているんです。なのでプラスに帯電しているものを引き寄せて除去してくれるっていう、すごいなんか引き算のセラピーですね。実は花粉症の花粉アレルゲンになっているものはタンパク質なんですね。でそのタンパク質がプラスに帯電してるんですよ。バッチリじゃないですか。だからプラスに帯電してる花粉がマイナスに帯電してるクレイのところにくっついて、そしてさよならと言ってくれるわけなんですね。うん。で先ほどご紹介した鼻うがいの中にクレイ入れるっていうのもそういう意味なんですけれども、ファンデーションの場合もですね、肌に塗ってると先に花粉がここにくっついてくれるので、こう鼻とか口とか目とかに入りにくくなるんじゃないかと思うんですね。で、本当予防的な意味です。これでね、治るわけではないですし、絶対に予防できるっていう、そんなに強いものでもないんですよ。だけど、このクレイのファンデを使ってると、いつもよりも花粉症が楽でしたとか、あんまり症状が出ませんでしたとか、出るタイミングが遅れたとか、そういうお話はね、本当たくさん聞いています。なので、予防として、ぜひ使ってみてください。で、詳しくは、クレイファンデーションを使う3つの理由なんていう動画を、前にあげましたので、それを見てみてくださいね。今年はアロマと鼻うがい、そしてクレイファンデーションで、もうすっきりとね、花粉症なしで、心地の良い快適な春をお過ごしください。こちらの鼻うがい用のクレイソルト、ただいま先着10名様にプレゼント中です。ご注文の時に通信欄にクレイソルト希望って書いてくださいね。ここチャクラになってまして、エネルギーセンターですね。第三チャクラ。いや、違う。第三の目チャクラって言って。なんでね、私、おぉ !Oh my god! なんで、おぉ待って、ちょっと。もうやだ、怖